高いね。ここにいる。チョメちゃん。チョメ。久しぶりだね、チョメ。朝のうちに。元気？暑くなってきた？おお、やだ。お散歩？ん？今日は暑くなくていいね。でね、私はチョメです。いいね。眠いね。じゃあ一回買って帰ろうかね。一回買ってきましょうね。本当に愛されてる沙織ちゃんは。なんかさ、見たさ、あるんだと思ったら、あれと思ったの。なんか似てるのよ。似てました。でもし間違ったら、やっぱしそうだ、セカさん。ちょっと待ってください。ワッチ見てて。あ、ありがとうございます。うん、見てんのよ。でも、あれ、もしかして間違えて言うのもない。違うかも。今来たらね、目が泳いでたの。でも初めてじゃないじゃないですか。うん、初めてでもないんだけど、マスクしてね、そうかそうか。ちょっと分かりづらい。そうか、分かりづらい。で、いつも声かけてくれればよ。でも、そうね、すいません。いや、ありがたいですよね。そう。ね、ここにご焼きいかがですね。うん、うん、また来て。申し訳ない、また来ます。今度入ってくるとき、センターをです。すいません。ありがとうございます。誰もいなかった。はい。じゃあ、また。はい、ありがとう。はい、どうも。これはあのカメラさんにアレルギーなんだよ。ずーっと。うまそう、出来たてよ。うおー、湯気が。うまそう。美味しいんだと思うね。ありがとうございます。いただきます。どうも皆さん、こんにちは。戦火映像です。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、私、青森県は鰺ヶ沢町にやってまいりました。ね、鰺ヶ沢町といえばこれ。マサオちゃん。どっちですか、こっちですか。こっち。こっちか。マサオちゃんのいる町で有名ですけれども。ここね、本当にね、もう海もすぐそこにあってね、まあ、わさおちゃんがいるところではイカを焼いてるんですけれども、また海産物をちょっといろいろと見ていきたいと、食べていきたいと思います。ではレッツゴー。進まない。いろんなもんありますね。どこから行く？いや、すげえ。ボラがすごい。すごいボラがボラってるわ。ボラがすごい。このヒラメ。有名なヒラメ。あ、違うそうですね。ヒラメのね、漬け丼とかあるからね。あ、メバル。500円だってこれ。何でもない。
派だね。でもお土産があったりとかね。でここ道の駅というかね、まあ、ここは海の駅なんだけど、でもその惣菜があったりとかね、野菜があったりとか。もうちょっと今時間的にね、今3時、午後3時ぐらいなんで、ちょっとだいぶ減ってきてますけど、ここうまいんだよね。お赤飯、いや甘いお赤飯。見てるね、誰誰産地シリーズよ、これは。これよ、これこれこれ、本当にこっち来て衝撃だった。お稲荷さんピンク甘いやつ、砂糖入ってんな、ほらね、久々にちょっと食べてみようかな。これ美味しいんですよ。紅生姜入ってる、紅生姜は入ってないね。だからその青森県の中でもその土地によって違うんだね。してこれ買おうか。紅生姜入ってる、こっちは食べ比べてみるね。で、これと、どれ買うの330円、これよし、あありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、ゲット。あそこで食べられるんだ。ね。で、あそこにワンコインランチがあるでしょ。ね。本当に？本当にワンコイン。サコシ、え、サコシ、あ、いい、これちょっとチョメの件がいっぱいついてる。今会ってきました、チョメに。あ、マジですか。声マシンでしたっけ。え、声なかった。なんかでも、すごい顔そらされて。おかしいな、せっかくさんやったら吠えるよ。仕込んである。嘘、いくらやった。銀さんです。はい、出してます。もうだいぶ長いですもんね。10年だよ、はい、ちょうど10年。僕がこっち来てからもう最初すぐ、ほんと可愛がってもらって、で、まあ、わさおちゃん関係の、まあ、お仕事、わさおちゃんと出会わせてくれたのもおぎりさんです。そこからなんですけどね。だいぶ経ちましたけど、10年、ちょうど10年。丸くなっちゃった。すいません、お互いに。いや、ぎりさん全然尖ってなかったじゃん。俺から丸くなったよ。いや、そっち、そっちのこと言ってないやつは。性格的なことを言った。性格も悪くなりましたね。変わりましたよ。いやいや、もう変わりました。だから唯一俺がね、その前の YouTube の動画でもいろいろ懺悔したんですけど、その俺ですらも受け入れてくれた人、唯一の方。それをね、面白がってくれたらさ、そうだった。一人だけ、いいよ千川さん、いいよって、ね、千川さんいいよ、尖っててっていうね。触ったら手が切れるような。部活に触ったらこう1針、2針、3針、4針なんですか。いや、だから唯一の理解者の方で、なんかすごい嬉しい、心の拠り所であったの。うん、そう、ちょっといきなり出てもらってましたけど。千川チャンネルとかオフィス千川で、あー、なるほどね。今上げてんすか。で、前回は十和田湖の十和田湖に来て、そこでちょっとフェリー乗りながら、遊覧船乗りながら、いろんな懺悔したくなかったのによ。でも今思えばね、みたいな。あ、そう、あれを懺悔しないわ。ブレイクダンスすっかり踊れなくなったから懺悔しない。いや、あれも本当にこっち来た時からやりたくなかった。あ、そう、
あ、嬉しい。で、たまたま会った銀さんは今日何を、あの、いや、わさおのサコッシュを見本が欲しいっていうので持ってきたら新商品。そうそうそう。なんか本当嘘みたいなこの偶然、しかも新商品をアピールしてきたっていうところも含め、そしてこれだけじゃ分かんないからしっかりと下げているところと仕込んだんじゃねえのか。この後からチョメの散歩に行かないといけない。ああ、そうなんですね。散歩の時ちょうどいい。あ、そうか、自分の手荷物を入れたり。いや、自分が使うために作ってる出来物に。でもこれすごくいいと思うんですよ。これちなみにおいくらぐらいだと思うんですか？1200円。え、もう売ってる？もう売ってる。あ、もう売ってるんだ。じゃあちょっとこれもね、買っていこうよ。うん、ありがとうございます。はい、買います。すいません、ありがとうございます。ちょっとご飯食べてます。はい、ありがとうございます。で、どうですか、カメラのセーバー。